トヨタが新型スープラを発表。昨日、トヨタが新型スープラを今年の春ごと発売すると発表しました。この新型スープラは、5代目にあたり、17年ぶりの復活となるんですけども、詳しい情報は動画説明文にリンクを貼っておきますので、そちらから確認をお願いしたいんですが、 こちらエンジンは2種類が用意されております。排気量3リッターの直列6気筒と2リッターの直列4気筒となっており、どちらもツインスクロールターボ搭載、8速スポーツオートマが搭載されております。こちら、このような画像が発表されておりまして、正面の見た目、またお尻の見た目、このようになっております。 この今ですね世の中には実用的な車は大量にあるんですがどうも遊び心のある車遊べる車が少なくなってきてしまっているように感じますトヨタだけではなくて日本の自動車メーカーの皆様にはたまにで構いませんのでこういった遊び心のある車を販売していただくようお願いいたします 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。